行機の距離のおじ夫婦がこっちに遊び行くから新居を見せてほしいと言われたので、日程を決めて遊びに来てもらうことになった。我が家は去年の10月に完成したばかりの共同名義で建てた一戸建てです。おじ夫婦に会うのは数年ぶりで、朝からちょっとお高めのお茶菓子を買いに行き、子供たちにもお気に入りの洋服を着せて駅まで私が車で迎えに行く段取りをしていたら、旦那が、お前あからさまだな、うちの母さんが来るときは茶菓子も迎えにも行かないくせに、もう母さんが来ても文句言えないなって言われた。あなたのお母さんは徒歩圏内でいきなり来て、息子の家は自分の家とばかりに我が物顔で家中を触り、思春期の息子の部屋に勝手入り切れられたら逆ギレ、ギフと喧嘩したら当たり前のように転がり込んできて、カーテンの色が好きじゃないとか、庭があるんだから花なんて育てないで野菜作りなさいとか、いらない口出しばっかりする母親に茶菓子と送り迎えでもてなせと、あなたが送り迎えしてお小遣いから毎回茶菓子買ってきてあげればいいじゃん。私は自分で送り迎えして買い物行ってお小遣いから出したけどって言ったらもごもご言ってた。おじ夫婦からは新築祝いとして10万円いただいたのに、とめが持ってくるのは食べきれなかったそうめんとか、今さらカルピス買ったけど多すぎたマフィンを半額で買わないって迷惑なものばっかり。そうめんいっぱいあるし、カルピス誰も飲まないし、マフィンも賞味期限切れ間近ででかいし、数が多いからいらないって言ったら、せっか持ってきたのにって不機嫌になり、旦那がもらっとけよと言うから、旦那だけ晩ご飯そうめんとマフィンにしてやったわ。